ねずっちです、昨日ですね、東京の田園都市線でですね、乗客の喧嘩が発端となってですね、電車が30分以上遅れたという記事が出てましたね。何でも他の乗客のツイッターの情報によるとですね、ある乗客が駅に着いてね、乗りまーすって言いながらね、タックルして、また降りるときにですね、降りまーすって言ってこうタックルしたんだそうですね。それで喧嘩になったっていうんですけど、なんでタックルなんかすんのかなってね、いくら混んでてもね、あ、すいませんって言いながらね、乗ったり降りたりするのが普通だとは思うんですけどもね。でもこんなこと日本であるんですね。うん、じゃあどこの国であるかと思ったかって、そう、タックルだけに体当たりってね。ねずっちです。ではまた。